ックがあったみたいだね。時間もかかったし、地図もたくさん見たけど、多分これがドランが言ってた洞窟だと思う。すごいよ。ほんの少しの手がかりしかなかったのに。まだ確信は持てないけど、一番有望じゃないかな。みんなが避けてる地域にある洞窟の噂を見つけたの。物を隠すにはぴったりの場所みたい。考えすぎかもしれないけど、あのムーンストーンみたいに謎めいたものは謎めいた洞窟に隠されてるんじゃないかな。今はどんな手がかりにもすがりたい。何はともあれ。賛成。ムーンストーンを直に見つめたら失明しちゃうのかな。レベリオン、まさか洞窟の噂じゃない。じきにわかるはずでしょ。アクション。レベリオン、なんて言ったの？洞窟の噂話はこれだったんだね。フーパーの鳴き声を聞くとおかしくなる。アクション。
しよう。もう驚きもしないね。最初はフーパー、次はこれ。糸車用の蛾を見つけないと。ルーモス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 。アクション。ルーモス。アクション。壁にあるルーン文字はガと何か関係があるのかもしれない。ガバルト。ガバルト。また障害物。平気よ、きっと渡る方法が見つかるはず。アクション。ルーモス。ルーモス。レバルト。アクション。ルーモス。レバルト。ルーモス。ガバルト。ルーモス。近くで見てみる？私も思ってた。
レベリオ。うわ、近くで見るともっと綺麗。きっとここよ、間違いない。コフリンゴ。ウーパーがこんなに集まってるのを見て大喜びするなんて。わからない。これまでずっと話を聞いてきたけど頭がこんがらがりそう。冗談やめて。フーパーがいるってことは密漁者はまだここに来てない。ここにムーンストーンがあるの。ポピーのおかげだね。ここが正解の洞窟だったんだ。よかった。密漁者よりドランの指示通りムーンストーンを環状遺跡に持っていこう。帰る前にもう少し。まだ時間は。早く見ようよ。ずっといたらフーバーが欲しくなっちゃいそう。外から見たときは。私も思わなく。もう調べ終わった。もう十分。よかった。今遺跡を出ればまだ密漁者との戦いは。あれが環状遺跡か。場所は洞窟にはムーンストーンのために入ったけど遺跡に。とにかくスニジェットと関係があればいいね。そう考えると時間は。下に行ってみよう。あとあそこにあるのがそうだね。ところでおばあちゃんは。おばあちゃんはくじけてない。夜泣き呪文を使って密漁者が現れたらコートの材料にしてやるって息巻いてたよ。奴らを呼び寄せたのは私。辛いよ。スニジェットを追いかけたって聞いたら喜ぶよ。そうだといいな。おばあちゃんは守るべきものを守ることの大切さをよく分かってる人だから。ムーンストーンを持っていく場所が分かったって言ってよさそう。ムーンカーフのダンスだよ。めったに見ることができないんだから。満月の時しか見られないはずなのよ。ひょっとするとムーンストーンのおかげなのかもね。ムーンカーフが模様を残すのは普通なの？ダンスに同じパターンは2つとしてないんだよ。詳しく調べたかったらしっかりスケッチしないとね。ムーンカーフのダンスを一度だけじゃなく二度も見れたなんて、おばあちゃんが聞いたらきっと羨ましがるな。前にも見たんだ。最初の時はただの偶然。ハイウィングに乗ってなかったら見落としてた。あの夜、ハイウィングに会った夜、実は。どうやってハイウィングと出会ったの？話しておきたいことがあるの。5年くらい前、ハイウィングは密漁者に捕まっててね。最初は売り飛ばそうとしてたけど結局は殺すことにした。多分もっとお金になるからね。私はハイウィングを解放して一緒に逃げた。長い間飛んだ後ムーンカーフがダンスしているのを見つけて地上に降りたんだ。それがいい印のように感じたから最悪の状況が終わったって感覚。君が言ってることの意味を聞いてもいいかな？あのね、ハイウィングを逃がした夜私は自分の家からも逃げ出したの。密漁者のキャンプからね。私の家族は密漁者だったの。そんな、なんて言えばいいんだろう。ポピーがどんな思いで生きてきたか想像もできないよ。私は馴染めなかった。大きくなるにつれてそれがどんどんはっきりしていったの。おばあちゃんが私を引き取るって何年も親を説得してた。
だからハイウィングと家出した時はまっすぐおばあちゃんのところへ向かったの。勇敢だったね。逃げて正解だよ。そうね。でも助けられなかった生き物もたくさんいた。今はとにかくそういう生き物を救いたいんだ。見たから言える。間違いなく救えてるよ。手助けがあったからね。このことは誰にも話したことなかったけど、あなたに話せてよかった。話せる相手がいて嬉しい。話してくれて嬉しい。ドランに伝えよう。その記号を見てもらうべきだよ。それから密漁者も倒さなきゃね。回収してくれたら私がドラン用にシンボルを書き写すよ。絵は完成した？あと少し。この模様は鳥かな。一応似た感じにはなったみたい。スニジェットを見つける鍵は月夜にありって日記に書いてなかった？そうだね。それだ。これをドランに見せなくちゃ。今どこにいるかは知らないけど、城に戻ってよく寝た後に追跡した方がいいかも。そうだね。行く準備はできてるよ。近場地で会う時には俺も一緒だと約束したのに、すぐに一人で来いと頼まれた。